よろしくお願いします。稲津でございます。というわけで皆さん、やっぱサーブね、課題にしてる方多いと思うんです。それから最後、セカンドサーブで使う、こう、回転系の、スピン系のサーブ。今日は、その2つをですね、基本のサーブのフォームから最後、こう、スピンサーブに入っていくところまでを、以前、ワールドテニス TV の辻健さんと、10本ぐらい、にわたってですね、こう長い練習を取ったんですけれども、それをギュッとですね、こう一つにまとめて、いいところエッセンスだけを抜き出して動画にしてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレーヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これやったらちょっと足もテニスしてみようかなと思ってもらえるような動画作りを目指してますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。どうぞ。トス安定しないですよね。以前の動画でやったこのちょっと高めの位置で離すってやると、若干こうふわっとこう滞空時間があるように感じていきますよね。でその高く上げるポイントって、じゃあどういう風な感じかっていうと、この腕と手首で作るこの角度ですよね。この角度ができるだけ高いところまで保たれているような意識が必要になります。でボールを投げる動きっていうのはこういう動きですよね。そうですね。この手首を使う、例えば手首を使うんだけど、結局どちらかというと押し上げる、この下から押していくような感じなので、こう来てここの時点では平らに近いかもしれないけど、ここからスーッとこう角度がどんどんついていく感じのイメージにしてあげると、高いところで離すっていう感じが出てきますよね、うん、この角度ですね。はい、でこの角度をまあまあこうやって一回スローでやってみましょう。はい、そうですね。ちょっときつそうですね。ここの角度が、意識できるとすごくいいです、はい、でボール投げるときにこの伸ばした状態から、もうここからピュッてこう勢いをつけるイメージにしてしまうと低いところで離してしまうんで、できるだけそうですね、ここに角度がつくような感じを残したいです。はい、でそのために、今こういう感じでボール3球持ちます。こうなると本当に手のひらがガッと開いた状態でキープされるんで、この状態でトスアップの練習をしていきますと、ここの角度がつくっていうイメージがね、分かりやすくなります。あんまりこう使えなくなるん でこの状態で高いところで離す感じでトスアップです。こういう感じで、はい、今何気に1個ずつ投げたんです。え、そうやった。はい、これこの位置のまんまってことですか。この位置のまんまです。はい、で特に3球目はこう一番手元のこのボールを投げたんですけど、これがここが、ね、一番イメトレにいいです。先っぽに近いこの2つはまだ投げやすいんですけど、この手前のこの一番手のひらに近いところで持ってるボールって本当にスッとこう腕でこううまく、ここの反動というか、反動を使っちゃダメなんですけど、反動使っちゃダメってことじゃないですね。反動は使うんですけど、この膝のこの反動、これ使っちゃダメですよね。膝は曲げていく形をしながら、スッとボールをこう上げていく、スッと上げていく感じをイメージするのにすごくいいので、ちょっと1球ずつ上げてみましょう。1球ずつ、どれからいきますか。まずじゃあまずこれいきましょう。親指の、はい、まず親指のこれからいきます。うわー、結構難しいでしょ。いや全然投げにくいんですけど、はい、これで。あ、だから練習なんですよ。ここで調節してるんじゃなくて、この肩からのこの動きでトスアップを調整する練習ですね、うん、あ、後ろに行くということは、後ろに行くということはこのこう保つ動きですよね。さっきボール1球でやった、はい、徐々にこの腕と手のひらのところで角度がついていくっていうこの動きが多分苦手で、ここの角度が平らなまんま投げちゃうから後ろに飛んでしまうと。あ、ちょっと方向性が来ましたね。これじゃ あのイメージしやすいよう、ね、に置いておきます、はい、ちょうどここのラケット面に落ちるような感じを目標で。あ、でもね、だいぶ綺麗になってきてる。ほんまですか。はい、ね、あとは上げる方向がずれますね。今このボール投げてますよ。今このボール投げてるんですけど、はい、基本的に
こう離したいですよね。だ自分のそのイメージしてる手のひらの方向と実際に動いてる方向離す感覚っていうのがまたこうズレがある感じなんで、うん、後でこの3球を1球にした時にこんなに投げやすいのって感じるぐらい感じると思うんですよ。なので今この残し方、ここの一番最初に言ったトスを上げるこうボールを手を投げていくとここに角度が生まれる、はい、こっち向きの谷折りですね、谷折りの角度が生まれる、背屈っていう角度が生まれるイメージを持ちながら上げていくとふわっと上がります。ふわっと、あ、だいぶいい感じ。お、今のすごい綺麗ですよ。はい、ではビフォーアフター比べてみましょう。アフターの方が手のひらを残すようなイメージをしたことによってしっかり壁ができて横向きが保てているのが分かると思います。トスアップの左手の効果はその後の体の開きにも影響します。じゃあ次行きましょう、一番興味あると思います、トロフィーポーズのとこ、うん、まあ、前回はちょっとトスでね、あのちょっとこうあーなりながらやりましたけど、今日から本当にこうパワーを作り出す一番大事なとこになっていくんで、ちょっとじゃあ打ってみましょう。はい、はい、あ、違う違う違う。じゃあね、今日はトロフィーポーズなんで3つのため作るところをしっかりいきたいと思います、はい、まず1つ目が後ろに反る、この動きね、反る、はい、でもう1つは体自体をひねる、まあ、フォアハンドストロークとかです。こうひねる動き、うん、で最後3つ目がこの左腰を前に出していく反りの部分ですね、うん、でこうさっきのは後ろに反る、うん、これとこの腰を出す反り、これはまた別物です。でこの今の3つがこううまくヒューッとこう重なり合うとそのサーブのためですねができます。だから後ろにも倒れてるし、ひねりも入ってるし、こう逆くの字の形もなってるっていうところをきっちり意識できるといけますので、まずじゃあ、はい、この後ろの反りのところいきたいと思います。ちょっとじゃあ立って作ってみましょう。ここはまず考え方、イメージのところなんですけど、はい、そのまま立っててください、はい、後ろの反りを作るときに反ります。体を反るからここを中心に反りますっていうイメージにみんなするんですけど、ここって実はねそんな反れないんですよ、うん、はい、ここはねまっすぐのイメージでいいんですね。まっすぐでいいんですか？そうです、まっすぐのイメージです。ここってこうやろうとすると結局ここ痛めます、はい、だからこの辺りのこう体が柔らかくてグニャーってなる分にはいいんですけど、反ろうとしてこうなると体に良くないので、はい、実はここはほぼこうグニャーってやるイメージはないです。ここを中心に、これは膝が曲がってるんです。ほうほうほう、はい、そうなんですよ、膝が曲がってるんです。ちょっとねそれをイメージが分かりやすくなる道具を持ってきたので、はい、ちょっとトレーニングしてみましょう、はい、ここを中心に反るんじゃなくて、はい、後ろに倒れるとこういうイメージですね。でここでラケット持ってもらって上向いてこういうイメージですね。この膝から折れていくと、もうちょっと頑張るんですか。あ、めっちゃ良くなってる。はい、ではビフォーアフター見てみましょう。こういう感じですね。こうラインを引くと明らかにこうアフターの方が膝からうまく折れ曲がっているので傾きが大きいですよね。上半身の反りがしっかりと作れているのが分かると思います。今までってこう曲げてるんですよね、うん、こう曲げてる、極端オーバーにやってますよ。こう屈伸運動にで下に曲げたものにこうやって反ってたんで、えでもまんまそのイメージでした僕、まあね、そういうイメージですよね。じゃなくてここからですね、ここからこう反ってあげる、うんうん、こう反って戻す感じになってるからすごくスムーズな動きになってます、うん、で次この左のポケットを前に出していく動き、はい、はい、ここ行きましょう。これはもうこういう感じで一番左のポケットを前に突き出していく、そうですね、そういうイメージです、うん、もっと預けて大丈夫です、うん、あ、そうですそうですそうです、最初にやったあのトスアップの時のここに乗っけていく感覚とも近いです。あ、なるほど、そうです、預けていく、はい、トスを上げて預けながら、そうですそうです。じゃあこれとさっきの後ろに倒れた動き足してみましょう。はい、グーッと、そうです、もっといって大丈夫です。グーッと入って、そうそう、グーッと、 OKOKOK。 じゃあ打ってみましょうか。はい、めっちゃかっこよくなってる。じゃあ最後この反りと左のポケット前に加えて体をねじっていきましょう。こう体をひねっていく感じですね。はい、この動作を作っていきます。はい、この時のそうです、イメージとして大事なのは体自体をさっきこう膝のこの反りでこう後ろ傾けてるじゃないですか、うん、はい、この状態でねじれを作っていくんで右の肩を下げていくようなイメージにすると
回転軸のイメージが合います。でどちらかというと今辻健さんはこの状態からまっすぐ回そうとするんですね。まっすぐ回そうとするんで、結果どうなってるかというと、肘を下に持っていってるんです。こうやって無意識だ。肘が下がってるんですよね。良くないですよね。肘はこの両肩のラインの延長上に置いときたいんですよ。ただこのさ一番最初にあのトレーニングでやった膝をこう後ろに折る動きが入って体が斜めになってるんで、この状態でねじってあげると右の肩が下がってくると、内部頭の内部イメージでは右の肩が下がってるんですね。こういう感じ。そうですね、はい、ただこれは右の肩を意図的に下げたんじゃなくて、反ってるからこの反ってる角度のまま回転させると右の肩が下がると。でも両肩のラインの延長上に肘はあると。はい、こういう姿勢で後ろに反るんですが、この軸がまっすぐの状態ではなくて、この直線の軸からこういう感じで傾いていると、こういうイメージを持ってもらえると分かると思います。この傾いた軸に対して肩のラインが垂直にターンするというイメージを持ちましょう。とこういう感じになるので、見た目では肘が下がっているように見えるけど、肘はこのままなんですね。これがサーブのトロフィーポーズで結構大事なところです。同じようにこう見えても右肩が下がってるんじゃなくて、肘がこう下がっている人はここからよいしょって持ち上げないといけないんで、結構大変。トロフィーポーズめっちゃかっこよくなってますよ。怖いですか？はい、ちょっとあのもう一回。あ、いいですね、いいですね、いいですね。そのままじゃラケットも担いでトロフィーポーズ作ってみましょうか。あ、そういうイメージ。そうです。これぐらい右肩が下がってくると、まあ、こんだけそれたらすごいですけどね、実際は。はい、これね、何が今いいって、ここね直角なんですよ。直角直角なんですよね。実際ボール打つ時って鈴木健さんもっとここ狭くなります、やっぱり。なんで今ぐらい直角直角のまんまこうしっかりいけると打点にブレがなくなってくると思います。ここから本当にここからこの形ですよね。直角直角からボールにタッチに行くんで、意外と腕がやってることっていうのは近いんですよ、ボールが。でこれが下がる人っていうのはやっぱりボールまでが遠いんで、インパクトがすごく大変になるし、振ってる感がすごく出る。はい、ではビフォーアフターを比べてみましょう。ちょっと分かりにくいんですけれども、アフターの方がこの振り始めた時の肘がまだ低いところに残っています。その分こう体の反りが強いというか、ひねり戻しが一瞬で行われているので、体がすごくこう胸を張っている姿勢があると思います。ためがしっかり作れているので、反りが強く働いてパワーがしっかり生み出されているのがアフターの方です。次行きましょう。一番気になるその腕の使い方のところ行きますね。で極端な例を2つ紹介をして、で一番最後の目標としては回転がかかったセカンドサーブを安定させたいということなんで、落としどころをね決めていきたいと思います。まず1つ目はフラット系のサーブを打ちやすいような腕の使い方で、ここからまっすぐ引いていってここに持ってきます。そのままグリップエンドマークがスーッと後ろにこう移動するようなイメージでまっすぐ引いていって持ってきます。まあ、こうなると両肩を結んだ延長上に肘がちょうど来て、そのまま後ろから前に持っていきやすい形、はい、でもう一つはここから回転をかけやすいスイングテイクバックで、このラケット面をベースラインと平行にこう引いていきます。こうオーバーになるとこう引いていきます。こう引いていきます、とこっち側にラケットきます、はい、とスイングが自然とベースラインと平行に出やすくなるので、回転がかけやすくなる、はい、スピン系の回転ですよね、かけやすくなります。この2つをやってみます。この腕の通り道をこう外に開くように持っていくと後ろから前に出やすくなる形、はい、でもう1個はベースラインと平行になるようにこっちに引く。とこういう感じで回転がかかりやすい感じになるんで、ちょっとこの2種類打ってみましょう、はい、おお、当たり熱くなりましたね、うんうん、あ、でも回転かかってる。かかりやすくなりますよね、うん、次ラケットの引き方、はい、別バージョンでこの面の使い方いきます、はいはい、面の使い方で僕が辻健さんに一番おすすめする、まあ、男性の方に結構おすすめするのはこのインパクト面が下を向いた状態で肩の高さぐらいまで持ってきましょう。
でこの後担いでいく感じなんでラケットの面が起きてくるっていうイメージですね。肩の高さぐらいまで肘を上げてくるところ、ここのところはしっかり意識してもらいたいです。この辺から担いでしまうともうこの時点で肘が下に下がってしまってるので、そうですね、あんまり良くないです。最初の時点で両肩のラインまでこう肘を上げていく動きを持っていく。僕がおすすめするのは面を下に向けていくと、なぜいいかというとここでもうすでに内旋状態が入るんで、うん、腕のこのねじりのためがこう作りやすくなるんですね。こういう感じ、まあ、別にあのまっすぐの方が良ければそれでもいいと思いますけど、肘の位置を必ず肩のラインまで上げるっていうところですね。はい、ここのところをしっかり持っていきましょう。良くなってきましたね、良くなってきましたね。結局ここが張れる、この90度90度が作れると、うん、こう内旋外旋が使えるようになるんですね、うんうん、ここがやっぱすごく大事。この動きが効きやすいっていうことがすごく大事だと思ってください。どちらかというとサーブサーブってなると、この肩をってこうボール投げのピッチャーの動作のこの何ですかね、この肩っていうものを中心に腕がぐるんってなる、このここのイメージがみんな強いんでボール投げっていうね、はい、そうですね、ここの働きが大きいように感じるんですけど、このねじれ戻し、このねじり戻しの力っていうのってすごく大事なんで、ここをリラックスしてできるようにする方が大事です。左手、右手が今のような感じでねじって使ってますと、結局左手も同じようにねじってあげるといいんですね。イメージとしてはまずこういうねじっていく感じですよね、はい、自分の方にねじっていく感じを覚えましょう。そうです、まずイメージとしてははい、こうです、うん、はい、ただまあ実際ここは本当にいろんな使い方がさっきも言ったようにあるんで、ここから一回手のひら向こうに持っていって逆にねじってもう一回こう戻してくる感じもあるんですけど、最後戻ってきた時は必ず皆さんこっちやと思います。手のひらが自分の方やと思います。ただ降りていく過程ではそのまま真下に下ろすっていうよりは、一回手のひらが向こうを向いて逆にねじって、うん、グーンとこうさらにですね、ここから親指の方に一回ねじってあげると反対側にねじれができるんで、それをさらにねじりながら戻してくるっていう感じにもなるんですけど、ちょっとその動きをイメージしながら、はい、そうですそうですそうです。まああるあるですけど、左手を意識してるんで右手との連動がちょっとうまくいってなくて、左手だけ先下がってる感じなんで、もうちょっと左手我慢しておいて、まあ右手と上がってくるのとこう入れ替えていくイメージいきましょう。うん、左手のためが良くなりましたね。このサーブに大事なのはこの今の左手をねしっかり保ちますよね。でここから入れ替え動作できます。この時のこの窮屈な感じ必要なんですよ、うん、左手自分の方に来る、右手も自分の方に来てるんで、こういう窮屈な感じが生まれるのが大事で、じゃあどういうのが良くないかっていうと、ダランってこう開いてる状態ですね。ここが開いてる状態なのか、窮屈にこう縦にしまっていくのかっていうところが大事になります。おー、良くなってきた。はい、実際試合で使ってる感じでいいので、ダブルスのイメージですね、どちらかというと。そうですね、はいはい、じゃあもうポジション的なところも、はい、いつも打ってるところからでいいんで、まずですね、回転を統一したいですね。縦回転強かったり横回転強かったりっていうところなので、辻健さんがまずこういうサーブを打ちたいっていうサーブはどっちですか。ちょっと縦回転強い方を打ちたい。縦回転強くしてこう元ネットの高いところからこう落とす、はい、落としたい感じですよね、はい、でもナチュラルにスライスがかかるシーンが結構多いので、まあ、そのあたりをちょっと改善していきましょう。でまずこれ回転をかけたければ、まあ、どういう感じでボールとラケットをぶつけるかっていうのが大事になってきて、イメトレにはもうこれが最適です。ボールをでかくする、このボールに対してどういう風にラケットを入れてあげれば縦回転がうまくかかっていくでしょうっていう感じのイメージをまずは作りましょう、はい、で縦回転をかけるだけだったらフォアだったらまあこうですよね、下から上ですよね。じゃあこれをサーブの感じでいくとこう出てくるので、この頭の後ろで下から上なんですけど、実際これ下から上にこうしようとするとかなり打点が低くないと無理です。この辺がちょうどですよね。でこう上がってくるので、はい、ここのイメージ。ただこれはちょっとね、いくらでも低すぎるじゃないですか。こんな低いところでは打てないですよね。上がってきてだいたい
この辺りです当たってるのって、うん、おそらく、はい、結構伸びてますね。結構伸びてるんですよ。結構伸びてるんですけど、実際ボールとラケットの接地面積ってすごい狭いんで、ここからでも下から上には全然ラケット面を当てることはできるんですね。ただこういうこうではないってことですね。高いところでこうここで下から上にこう当たればいいので、どちらかというとイメージは左から右に当てるぐらいの感じの方がかかりやすいです。なんかそれって僕スライスのイメージでした。スライスはですね、これ横からのカメラで見るとすごくわかるんですけど、左から右に当てるイメージでボールの後ろをしっかりと捉えてあげるってことですね。スライスだと左から右に同じようにラケットが動くんですけど、ここを捉えるイメージですね、はい、こう行くとスライス回転です。はい、こっちのカメラで見たこっちをかけてあげると縦回転に入っていきます。だすごくスピンサーブでいうとこ下から上でこういうこういうイメージで、スライスはこうではなくて、実際はまあほぼこの辺です。当たってるところってここに。そんな変わらない？変わるのは変わりますよ。やっぱ変わるのは変わるんですけど、そう大げさには変わらないってことですね。スピンやからすごくこう倒れてる状態から当たってるっていうわけではないって感じですね。でやってみるとスライスはこういうイメージですね、右側を捉えるイメージで、スピンはこっちのイメージですよね、まあ、どっちにしてもラケットはほぼここで動いて、同じように左から右に擦る感じでベースラインと平行にできるだけラケットを動かすことで、ああいう感じで縦回転かかってくるので、はい、当てる場所、うん、ここっすね。うーん、はい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 、こういうタッチですね、うん、こうじゃないですね。そのイメージでした。このイメージでいくとやっぱね難しいです。すごい後ろに上げないといけないし、うん、なかなかそこまで待てないし、ここか。同じようなこのイメージでこうでスピンサーブになっていくし、こうでスライスになっていくってことですね。こういうかけ方のイメージを持ってあげるとかかってくると思います。めっちゃ綺麗じゃないですか今の回転。回転はね本当に良くなってます、うん、本当に向こうに向かって綺麗に回ってるし、キックサーブっていって右にこう跳ねるような感じも作れてるので、ただコース的には中央に入るやつも若干あるんですね。そうですね、まだちょっとセンター寄り、あれをまあもうちょっとでも本当に対角線上に持っていきたいなと思った時に、より打ち方でやるよりイメージでやった方がスピンうまくかかったので、うん、これもイメージでいきたいと思います、はい、こうありますよね、ボール、はい、ありますよね、こう下から見上げますよね、はい、このボールの真後ろよりもさらにこっち側ですね、こっちの壁の方をほうほうほうカットしていくようなイメージで打ってみましょう、はい、と今言った左手とかこの体の横向きから前向きを残してあげる動きっていうのがよりしっかり出ると思います、うんうん、多分、はい、このイメージでいってみましょう、はい、いきましたね、うん、standing in the street alone.